私の研究は分子を操ることで未来に役立つ化学材料を開発することです分子の世界はナノサイズと呼ばれるとても小さな世界ですこのナノサイズの世界でのものづくりは例えば熊本県サイズにまで巨大化した君たちが砂粒を一粒一粒丁寧に並べていくようなとても小さくとても困難な作業ですではこのような困難な課題に挑む理由を 人工知能の発展に非常に重要なコンピューターを例に考えてみましょう皆さんが持っているパソコンを縮小すると体や服などいろんなところに組み込んで活用することができるようになりますまた例えば1000分の1のサイズにまで縮小することができればそのパソコンを1000台並べても今のサイズと同じですしかしその性能は1000台分ですから飛躍的に向上することが分かると思いますこのように あらゆるものは小型化することで高性能化することができますがこれはそれを構成している部品一つ一つをできるだけ小さくすることが効果的だということが分かると思いますでは何を部品とすれば最も効果的でしょうかそうでですす分子ですなぜならば分子は物質を構成すする最小単位だからですつまり究極に小さい分子を部品とすることで究極のものづくりが実現できるのです。 分子を部品としたナノサイズのものづくりのためには分子一つ一つの性能を理解して正しく制御する必要があります私たちは新しい分子を開発してこれを正しく制御することで高性能な化学材料の開発に挑んでいるのです例えばきのこなどから取れるお砂糖高分子を制御することで薬剤として利用できる DNA と複合化することに成功しましたまたここれをさらに制御することで ナノサイズの磁石と複合化しした新しい薬剤モデルの開発を行いましたこの薬剤モデルは体内で磁力を用いて効果的に輸送することができるだけでなく患部において特殊な磁場を与えることで安全にかつ効果的に薬剤を放出することができるとても賢いカプセル型の薬剤として活躍することができますこのような技術をさらに高度化することで将来的には血管の中から 私たちの体を監視しそして修復していくような夢のようなナノ医療の実現を目指していますまだまだその道は遠いですが皆さんと協力してぜひとも実現したいと考えています